たします。おはようございます。デル株式会社、私飯塚と申します。私のタイトル見ていただくと非常にちょっと変わっておりまして、まあ、従来の、オプティフレックスというデスクトップのブランドを務めております。一方でですね、Chromebook と全く新しい、そういった、ブランドの方も、一緒にやっております。今日は、デスクトップの法人デスクトップの発表ということでですね、デルで、法人のデスクトップを新しく刷新しておりますので、そのオプティプレックスのシリーズのご紹介をいたしたいと思います。で、従来のモデルから、3シリーズというところのラインナップは変わりございません。で、どういった位置づけかといいますと、エッセンシャルというまずエントリーのモデル、それから、まあ、メインストリームで、最後にプレミアムというふうに3つですね、まあ、いわゆる小畜梅というような形で、区切っております。で、今回、オプティプレックスの中で、まあ、従来使っていただいているお客様には非常に、まあ、大きなポイントになるんですけれども、従来のモデルは、エッセンシャルのモデルが3000シリーズで、メインストリームのモデルが、7000シリーズで、最後にプレミアムというモデルが9000シリーズというのを従来守ってきておりました。ただですね、弊社ポートフォリオをさまざま増やしております。ワイズ、こういったシンクライアント、それからタブレットもここ最近でしたら増えております。クロームもそうなんですけれども、そういったモデルをですね、まあ、シンプルに分かりやすくするというラインナップを統合しておりますので、今回オプティフレックス従来の3000シリーズはそのまま、モデル名を3000シリーズとして継承しているんですけれども、メインストリームの部分は7000のところが5000という形に変わっております。で、最後のそのプレミアムという部分が9000シリーズというのが7000シリーズとなっておりますので、従来お買い上げいただいてた方、お客様がですね、7000といったときに従来のモデルの位置づけと変わっているというところは非常に大きな今回オプティプレックスの変更点となります。まあ、エッセンシャルというモデルの特徴を一言で言うとですね、まあ、機能を厳選して、まあ、エントリーにですね、まあ、ビジネスに必要な最小限の機能をですね、備えているというモデルがエッセンシャルになりますし、一つ上のメインストリームに上がってくると少し管理機能欲しいよねというようなところで、ISM の機能であったりとか、チップセットの一つ高いクラスの、Q170 を搭載していたり、プレミアムというモデルになってくると、筐体のバリエーションもちょっと欲しいよねとか、さらに管理性能高めのものが欲しい、ケースの組み合わせをもっと多様にしたいといったときにですね、VPRO であったり、そういったテクノロジーを搭載しているモデルとなります。で、先ほど、ボストロでもロードマップの部分のご説明があったかと思うんですけれども、オプティプレックスのロードマップとしてはですね、こういった流れになっております。で、オプティプレックスの特徴としては、15ヶ月ですね、製品サイクル、設けてですね、トランジションの機会もさらに、3ヶ月設けて、新しい機種と既存の機種との移行期間を、しっかり設けているというところでですね、製品を入れ替えていただくときにですね、分かりやすくしているというのが、オプティプレックス従来からの特徴になります。で、今回先ほどご説明したその3000の部分は変わらず、7000が5000になって、9000が7000になっているというところがあるんですが、加えて、ここ最近、オールインワンの部分についてもですね、まだまだ日本の市場では入り込めてないので、これから攻めていきたいポイントというふうに考えているんですけれども、新しく9000シリーズの9030を7000シリーズの7440AIO というタイプ、こちらをご用意しております。で、従来の3000シリーズはしばらく継続するんですけれども、3240という新しい AIO も、今回発表させていただきます。で、パフォーマンスの性能ということで、こちら3つ挙げておりますけれども、シャーシをですね、ミニタワーに関して最大 43%、まあ、スモールフォームファクターでも 7% の縮小サイズダウンを行っております。まあ、働き方が変わっていたり、まあ、SaaS であったり、クラウドのテクノロジーも非常に増えてきてますから、まあ、デスクトップにもコンパクト化が求められるということでですね、こういった、サイズダウンというのを行っております。もしくは、インテル様の今回、第6世代のですね、スカイレイク搭載しております。
で最大で 70% の7040についてはですね、性能向上であったり、消費電力、こういったものに関しても7040についてはですね、最大 63% 削減といったところは、これはお手元のですね、プレスのリリースのところにも詳細細かく書いておりますの で下にちょっと出る調べと記載させていただいているんですけれども、細かな部分はそちらをご参照いただければと思います。でサイズについてはご覧の通り、写真今写している通りですね、ミニタワーに関しては26リットル、まあボストロがだいたい27リットルぐらいですね、前回のモデルあったんですけども、オプティブレックスも今回 14.8 と、まあ、約15リットルと、かなりコンパクト化しております。スモールコンパクターについても8.4リットルからですね 7.8 リットルと、7% のサイズダウンといったことを行っております。でさらに、まあ、我々として今非常に力を入れているモデル、まあ、働き方も変わってきておりますので、そういったところでマイクロフォームファクター、この部分についてはサイズダウンは行っておりませんけれども、新しいものをちょっと今日はですね、いくつかご紹介できればと思っております。新旧のアップグレードのポイント、まあ、かなり、今回ですね、いろいろなものを変更しているんですけれども、やはり一番の目玉としてはですね、最先端のテクノロジーということをいち早くデルが取り入れているという意味でもですね、スカイレイクの第6世代の CPU を搭載しているというのは非常にオプティプレックスの特徴であると言えると思います。で7000シリーズにおいてはですね、DDR4 のメモリを搭載しております。あとは、まあ細かい部分ですので割愛させていただくんですけれども、下のですね、7440AIO、 こちらについては、フル HD の対応だけでなくですね、AIO にして珍しくですね 4K の対応といったところも非常にポイントになります。こういったところが新旧のポイントとなっております。マイクロフォームファクターを、まあ、我々ちょっとフォーカスをしていきたいというふうに考えている一つとして、まあ、働き方が多様化している、オフィス、まあ、オフィスで過ごしている人というのもですね、やっぱりまだまだいらっしゃる、そういったところで在宅であっても、まあ、仕事をするときにやはりパフォーマンスを求めるんだけど、スペースは限られたところでしたいといったところ、そういったところにも含めてですね、弊社のですね、7040、それから、3040のマイクロフォームファクター、こういったモデルにはですね、6つの多彩なマウントソリューションをご用意しております。光学ドライブがまだ必要なお客様には光学ドライブがセットにできるものであったり、机の下に備えて使っていただくものであったり、もしくはアームとモニターの間に挟んで使っていただけるというような、誰ならではのですね、ユニークなソリューションをご用意しております。こういったものでですね、まあ、従来デスクトップというと、まあ、コテコテでありがちなこう置き型、縦置き横置きと思われがちなところをですね、打破してですね、まあ、非常にコンパクトなものをうまくパフォーマンスの良いもの、消費電力の良いものをですね、使っていただけるソリューションをご用意しております。で AI4 のモデルについてはですね、まあ、先ほど少し触れた部分もあるんですが、4K のモニター、こういったものを一体型でご用意しているというのは非常に、強みであると、考えております。でさらにはですね、豊富な、スタンドオプションというものをご用意しております。今日後ろの方に7440ご用意しているんですけれども、新しいちょっといくつかのスタンド、まあ、今回はですね、ベーシックなチルトスタンドしか、残念ながら持ってきて、おりませんけれども、高さ調整が可能な、まあ、これは、いわゆる、まあ、AIO で人気のタイプなんですけれども、少しですね、傾斜がかかって、小スペースで、まあ、店舗などでですね、もしくはホテルのようなところで使っていただくときにですね、チルトできるようなスタンド、そういったものも、3つのですね、豊富なスタンドオプションをご用意してですね、AIO のこういった市場にもですね、キャッチにですね、攻めていきたいと考えております。で最後に製品の発売時期についてなんですけれども、今回の発表5000シリーズと7000シリーズを明日よりオンラインで販売を開始いたします。で3000シリーズについてはお手元の資料が申し訳ございません、11月となっておりますけれども、実際に11月下旬予定しておるんですけれども、ちょっとこちらの資料で12月上旬と記載させていただいております。12月上旬と思っていただければ、結構でございますので、その点、大変申し訳ございませんでした。で、あと3240AIO、こちらは12月上旬からの開始予定、そして7440は、明日オンラインからの予定となっております。
あと細かなスペック、3000シリーズ以外のスペックについてはお手元の資料で配布させていただいております資料を にてですねご参照いただければと思います。ただお手元の資料のですねスモールフォームファクターと、それからスモールフォームファクターとミニタワーですね、こちらの幅とですね資料をですね、ミニタワーとスモールフォームファクターの幅と奥行きが逆になっておりますので、大変恐縮ですけれども、こちらにて訂正させていただければと思いますので、申し訳ございません。よろしくお願いします。以上が、デルのですねビジネス、法人デスクトップオプティブレックスのご説明となります。ご清聴いただきありがとうございました。